はいどうも、盗賊チュードレンのつくもです。ということで、今回から花咲ワークスプリング、まあね、コメントでの皆様の意見を参考に、させていただきました。ということで、花咲ワークスプリング今回から、やっていきたいと思っております。一応自分は、発売当初ぐらいかなにやった記憶は、あるんですけども、まあほとんど、まあね、結構時間が経って、まあ新鮮な感じでところどころ忘れてると思いますので、できると思います。ということで早速ね、やっていきたいと思います。満開に咲く桜の下、冷たく風が鳴っていた。その割に花びらは舞い散るでもなく、ポソポソと降るように落ちてきて、気が狂いそうになるほどに静かで冷たい夜だった。でも俺にはちょうどよかった。まるで命が衰えていくような、そんな具合がどこまでも沈んでしまいそうな俺を慰めてくれるようで、すごく落ち着けたんだ。でも今になって思えば、俺はあの時何か大切なものを手放してしまったのかもしれなくて。大切なものか。芯まで凍えるような満開に咲いた桜の森の下で、俺は何をしていたんだろう。泣いていたのか、それとも喜んでいたのか。その光景に怯えながら、その奥底ではかすかに安堵していたような。なんて、それもこれも昔の話だ。今は楽しく、アホらしく、適当に生きている。大丈夫ですか？生きてます？いいや、生きてなんかいないさ。別にどっちだっていいだろ。とにかく俺は眠いんだ。だからさ、もう少し寝かせておいてくれ。なんだ、寝てるだけですか。心配して損した。そう、俺は寝てるんだ。夢心地のままいつまでって、あ、起きた。最初に目に入ったのはすらりと伸びた足だった。しましまを追って線を上げると、桜満開の下で綺麗な少女が俺を覗き込んでいた。マフラーで口元を隠した少女はどことなく幻遊で、幽玄で、捉えどころがなくて、幽霊？気づけばそんな感想を述べていた。誰が幽霊ですか。私はあなたと違って生きてます。いや、俺も生きてるけど。さっき自分で生きてなんかいないって言ったくせに。え、そんなこと言ったか。まあいいです。それじゃあ私はこれで失礼します。待て待て、あんたどうしてこんなとこにいるんだ。ここは俺だけの、いや正確には知っている人間は他にもいるけど、とにかく秘密の場所なんだ。それなのにこいつはどうして。あなたこそどうしてこんなところで寝てるんですか。最初は死体が捨てられてるのかと思いましたよ。死体ってひどいな。だが少女の言うことも理解できる。ここは獣道を奥へ奥へと入っていき、小さな川を越えてようやくたどり着ける森の中。そんなとこで人が倒れてたら山に遺棄された、死体だと勘違いするのも無理はない。ここはな、スピリチュアルなスポットなんだよ。はあ、そうですか。我らがホームグラウンド鈴ヶ丘市、山林は市街地の、間近にまで迫っており、道を脇にそれると今も哲学の自然が残されている。ここはそんな山のうちの一つ。昔から春になると桜が満開になる桜の森なのだ。ほら、なぜかここだけ桜が群生してるだろう。感じないか、こう霊的な力。ええ、感じますね。
それじゃ失礼します。ちょ、待って待って、なんでいきなり去るの？関わってはいけない人に思えたので。大丈夫だって、俺いい人だから。自称いい人ほど信用できないものはないですね。まあ別にいいけどさ。あんたはどうしてここに来たんだ？何でもいいじゃないですか。やましいことでもあるのかよ。俺がここにいる理由を話したんだから、そっちだって言うべきだろ。遠目に桜が見えたので来てみただけです。ほら見ろ、俺と同じだ。霊的なパワーに惹かれて来たんだ。そのキャラうざいです。やめてください。うく、ツッコミ厳しいな、この子。桜って何か惹かれるじゃないですか。綺麗ですし。この世に未練でもあるのか。どうして桜が綺麗だと言っただけで幽霊扱いなんですか？なんとなくだよ。俺が桜に惹かれる理由は、そう、未練があるからだ。何に対する未練なのかはわからない。でもきっとそうだ。ありますよ。山ほどあります。後悔してもしきれないほどの未練が。そっか、なら俺と同じだな。勝手に同類にされても困るんですけど。まあいいです。聞きたいことは終わりですか？用がないならもう行きますけど。聞きたいことか。そうだな、あと一つだけある。何ですか？早く済ませてください。あんた、さっきからパンツ見えてるけど。短いスカートが肌から吹く、春風にまくられて、チラチラとパンツが見え隠れしていた。ズバーンと見えるよりエロくていいとおかし。なんで今更言うんですか、そんなこと。一番最初に言ってくださいよ。少女が恥ずかしげに体をよじると、その時、少女の腰のあたりから澄んだ甲高い音が聞こえる。その音に俺は聞き覚えがあった。これは俺があいつに。ったく、最低ですね、あなたは。そこで一生死体やっててください。少女は頬を染め走り去っていった。待ってくれ。慌てて追いかけるも、すでに姿は見えない。おいおい、数秒出遅れただけで雲隠れって、あいつ忍者か。獣道を下り、草をかき分けて、塗装された道まで出てきた。どこ行った？今の音の出元を確認したかった。勘違いならそれでいい。ただそうじゃないとしたら、通い慣れた通学路に出てきた。あ、いた。道の先、豆粒ほどのサイズで走り去る少女の後ろ姿だった。マフラーをしているからすぐに分かる。向かっているのは学園がある方向だった。私立鈴ヶ丘学園。現在2年生である俺が通っている学び屋。あいつめちゃくちゃ足が速いな。全然追いつけないぞ。そういえばうちの学園の制服着てた。おい、マフラー少女、出てこい。呼びかけてみるが返事はない。チェクショー、どこに隠れやがった。ふと線の先、小さなみすぼらしいプレハブ小屋があった。そのドアが開いている。はは、あの中に。出てこい、マフラー少女。部屋の中はひっそりと静まり返っている。誰かがいる様子はない。当てが外れたか。姿が見えなくなってからだいぶ時間が経った。やみくもに探し回っても見つからないだろう。はあ。椅子に腰掛け、窓の外に視線を送る。入学式が終わって2週間とちょっと。俺はこの春2年生に進級した。桜も花咲く4月だが、まだ少し寒い日もある。そんな時期、何かふわふわしてて、みんな浮き足立ってて、俺はこの時期が好きだった。床に紙切れが落ちてる。何何？なんだこれ。紙切れを持ったまま立ち止まる。
部活の勧誘をしてるみたいだけど、募集してるのが未練のある人ってのがまず意味不明だ。そんなやつを集めてどうしようってのか。まあこんなの俺には何も関係ないってこともないか。未練ならある。今となっては気にするほどのことでもないけど、綺麗さっぱり忘れられたかといえば否だ。にしても何の無なの。おーい、ゆうゆう、どこ。外で知った奴の声がした。お、若葉、プレハブから出てクラスメートに手を振った。あ、そんなとこにいた。たく探しても全然見つからないしよ。フラフラすんなよな。こいつは付属からの友人だ。この通り口調は男っぽいが中身も男っぽい。いい女だ。悪い悪い、今日は午前授業だった。だからそっちの用事が終わるまで外でちょっと散歩してた。適当に歩き回ってたら山肌の一部が桜色に染まっているのを見つけて、懐かしくなって桜の森まで足を伸ばし、疲れてそこで寝入ってしまった。なんて素直に言ったら怒られそうだから黙ってよ。散歩はいいけどさ、それよりさっき出てきたそこ入っていいの。さあ、でもここくつろぎスペースに良さそうだぞ。この汚いプレハブが。若葉は嫌そうな顔になる。いやいや、これで中は快適そうだぞ。掃除してあったし。それって先客がいるってこと。そりゃ部の勧誘用紙みたいなのあったの。いや、こんなとこ使ってる部活ないって。ほう、言い切るね。仕分け委員会であちこちの部活巡ってるからな。私に知らない部なんてないんだ。マジかよ。だったらさっきの紙切れは何だったの。ま、きっとたまにお邪魔して休んでるやつがいるんだ。だから使った後はちゃんときれいにしとけば無問題。いやいや、それはそれで問題だし、仕分け委員として見過ごせないな。待って、そこをなんとかおめこぼしを。一瞬若葉を説得する。昨今の脱ゆとりの流れを受け、我が校の風紀が厳しくなって早1ヶ月。俺は成績さえキープしていれば細かいことは言わないおおらかな校風に惹かれて入学したのに、最近では休み時間ですら寝てたら教師に叩かれる。俺には学園内に安眠できる場所が必要なんだよ。プレハブを指さしている。そんなこと言ったって先客がいるんじゃ、おちおち寝てなんかいられないじゃん。むーと唇を尖らせる若葉。え、俺は熟睡余裕ですけど、何か問題でも。あんたは男だろ、私は女。寝てる間知らない奴にエッチないたずらされたらどうすんだよ。どうって考える。ドキドキするかも。ちょっともじもじしながら答えた。アホか、止めろよ、助けろよ。時短ダウフ、制服のスカートが激しく舞っていた。やめろよ、さすがに目のやり場に困るから。というか、なんでお前が寝る前提なんだ。は？自分だけ隠れ家として使うつもりとかありえなくね。なんだよ、お前だって隠れ家欲しいんじゃないか。とにかく私はもっと綺麗なとこがいい。なんでお前の要望まで取り入れなきゃいけないんだよ。だから私の低層がやばいだろ。そんなもんいいから適当にどっか捨ててこい。ひってえ、こいつ超ひでえ。なんだったら俺が奪ってやるか。グッとサムズアップして微笑みかける。こいつとはこんなエロ方面の冗談も言い合える仲。あ、ののかちゃん、うん、私今あんたの兄貴にエロいいたずらされて私涙目。ちょ、誰に電話してるんですか、空森さん。妹にそんなこと言うのやめて。俺の兄としての威厳が。もともとはあんまりないけど。私も冗談。今明らかに電話つながってたじゃん。はははは。アメリカンな感じで笑ってもごまかされないぞ。帰ったらなんて言い訳しよう。やれやれだ。おう、ユウ、若葉。髪をかき上げながらクラスメートその2の芥川がやってきた。
芥川は小さい頃からの友達で、いわゆる幼馴染ってやつだ。っていうか、普通幼馴染って言ったら女の子じゃね？なんでお前男なの？生まれてこの方ずっと男だが。人の性別に文句つけるとか何様だよおめえは。にしてもアクターは眠そうだな。おいよ、さっきまで図書室で寝てた。でもクミちゃんに追い出されちまった。ちょっと前までは何も言わなかったんだけどな。これも脱ゆとりの流れか。俺らみたいなのには生きづらい世の中。すげえいい夢見てたのにな。あれは絶対正夢だ。ニヤニヤとしながら俺たちを見るアクター。なになに、どんな夢？俺とユウの母ちゃんが結婚する夢。悪夢じゃねえか。背筋におかんが走った。ユウとののかちゃんが泣きながら俺のことをパパって呼んで祝福してくれた。絶対ねえし。いや、可能性くらいは。俺の親父はまだ生きてんだよ。たわけだ、妄想は捨てろ。け、下落ちくん、本気で残念そうなのがとても嫌だ。アクターの熟女好きはマジ病気だよな。こないだ下級生の子に告られても断ってたし。違う、断ってない。あと30年したらまた会おうって言った。その子絶対ドン引きしてたろ。俺は名も知らぬ下級生女子に同情した。こいつ見てくれはいいからモテるんだよな。中身は熟女好きのただの変態なんだが。ああそうだ、お前ら女の子見かけなかったか。年齢はアラウンド 50? 熟女じゃねえよ、普通の 学園生だよ。どんな女子だったんだよ、学年は？目が覚めたばっかでよく覚えてないんだけど、色白でかなり綺麗な子だった。あんまりはっきり覚えてないから。へえ、そんなら有名な子かもね。あとマフラーしてた。マフラー？こんなあったかいのにか。多分忍者の末裔かなんかだと思う。めちゃくちゃ足早かったし。色白で綺麗な忍者娘って、そんなのうちの学園にいるかよ。今年の新入生じゃねえか。いないっつの。私は入学式に全員チェック入れたんだ。なんでまたそんなめんどくさいことを。悪さしそうなやつがいないか確認するために決まってんだろ。ちなみに2人ほど素行不良なやつがいたから、カンナに教育させといたぜ。かわいそうに。入学初日からカンナのお相手とかちょっと同情するわ。それより忍者娘はどうすんだ。まあ同じ学園なんだし、どっかで会うだろう。そうだな、まだ学期は始まったばかりだ。焦る必要はない。着信音に反応し、わがわが携帯を取り出す。やっぱカンナ待たしてるの忘れてた。メールを開いたわがわがペロッと舌を出す。あいつ今どこにいるの。校門、もう10分も待たしてるし行かなきゃ。わがわは慌てて駆け出そうとした。急げよお嬢。それ行けお嬢、アクターと一緒に探す。何言ってんの。あんたたちも来るの。今日は久しぶりに4人で一緒に帰るよ。つうかお嬢言うな。じと目で睨まれる。一方俺たちは肩をすくめて。わかったよお嬢。怒るなよお嬢。分かってて若葉で遊ぶ。うっさい。今度お嬢行ったら購買で何かおごらすよ。ほらほら二人とも。今度は俺たちがせかされた。わかったわかった。俺もう走り疲れたんだけど、しゃあないかと手にした紙がひらりと落ちた。おっと、反射的に拾い上げる。あなたは何かこの世に未練はありませんか。その一行が目に入った。未練って。ほら言う。ほらほら行くってばよ。若葉に手を引っ張られる。ああ我。若葉に背中を押されて俺は歩き出した。紙切れは脇のポケットにとりあえず突っ込んだ。はい、というところで、まあね、今回は以上にしたいなと思います。いやーなんか懐かしいですよね、やっててね、いいなって感じです。はい、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。